ればいいの。あの面白い人になっちゃうからそれをどうにかしたいっていうのと、あとほらまたあの聞いてください、あのブルーベリーをさっき食べすぎてさっきまで、ついさっきまでずっとブルーベリー食べてたのね。そしたらあのあのもうすごいことになっちゃって、歯が 歯茎から歯までベロまで全部染まっちゃってブルーベリー色にだからあの一応私アイドルなのでちょっとそうあのめっちゃお歯黒みたいになってて、そんな姿は皆さんに見せられないと思って、あの本当にダメ、本当にダメなんかびっくりしちゃって私も、でなんで気づかなかったのって思うじゃん。私ついさっきまで本当ゲームしてて全然気づかなかったんで、ショールーム開いて見たらなんかまず口を閉じてる瞬間から口が開いてるぐらい、なんかここ、この唇こうなってるじゃん、ここがもう真っ黒で、あやばいと思ってどうしようと思って、であの歯を磨こうって思ったけど、あの歯を磨く時間もなくて、いや磨いてきたんだけど、あの磨いたらなんかもう歯ブラシがねもう真っ青になっちゃって、あやばいどうしようと思って、まずそこからあーってなってあの全く風邪じゃないっていうことだけ、そうちょっとマスク絶対にダメ、本当にダメ、本当にダメ。あの今日ね公演に出演してないけど、もう最悪、本当に私もこんなつもりじゃなかった、もうそう絶対に外さないよ、あの絶対に外さない、あの全然風邪じゃないし、風邪でもあのマスク、私の部屋だから絶対にマスク取ってるけど、さすがにこれはダメで、あの全然風邪ひいてなくて、これはもう伝説にきっとなると思うんだけどあーダメだ、本当にダメです、どうしよう、本当に本当に本当にダメ、本当に本当にダメ、あのもうブルーベリー色に染まってしまってて、あのねなんて言えばいいの、あの歯茎からまず染まってるじゃん、で待って、開くとなんかもうさ、マスクすると私すぐさ湿気でさ前髪がこうなっちゃう人なんだよね、どうしよう笑うたびにさこうやってペコペコするしさ、どうすればいいんですか私、あのマスクするとすぐにこうなんていうの、わかる、このなんかわかる、なんて言えばいいの、このさなんかめっちゃ汗かいた後の前髪みたいな、すぐそうなっちゃうし、もう何なの本当に、もう前髪なんて気にしてる場合じゃない、あのまずあのまずあの唇があって、もうここから口を閉じてるのに口を開いてるみたいにこう真っ黒になってるし、で口を開けたら歯茎から歯までベロまで全部あのブルーベリー色に染まってて、さすがにアイドルなので見せられないと考えた私はマスクをしました。そしたらみんなが風邪風邪風邪もうなんでそんな優しい世界、私本当に初めてこんなにもあの優しい世界ってあるんだと思いました今。でも誰も確かにブルーベリー食べすぎてなんて思ったことないよねもう最悪、本当に本当に最悪、もうどうしよう、あの多分後にも先にも、先にも後にも、後にも先にも私しかあのこうマスクをして配信する理由が、あのこんなにもちょっとおバカなのはいないかなって思いますけどねもうやだ本当に、これはでも本当に自分で自分のことを本当気づかないんだなって思っちゃった。あの
伝説を残してしまったかな。どんだけ食べたんですか。なんか冷凍のブルーベリーがあって、結構お皿に盛って半分は食べました。そう、最近ね、すごい殻を破りたい、殻を破りたいってショールームで言ってるけど、こういう破り方じゃない。本当にこういう破り方をしたいわけじゃなくて、違うの本当に。あの皆さん、あの給食とかでもね、あのブルーベリーヨーグルトっていうものは出るんですよ。それでブルーベリーヨーグルトは、あ、ヨーグルトじゃない、ブルーベリーゼリーだ、ごめん、ヨーグルトの頭になってた今。そう、あのブルーベリーゼリーっていうものは1個食べたらまず真っ青にはならないんだけど、2個目から真っ青になっちゃうのね。それと一緒で、あのそれと一緒っていうか、ブルーベリーだからもちろん真っ青になっちゃうんだけど、あの食べちゃいけない量のブルーベリーを食べ過ぎたんだと思います。どうしよう、私こんなにあの真っ青な、あのなんて言うの、真っ青になるつもりなくて、てかまず真っ青になるの初めて。あー最悪、どうしよう、本当に目はめっちゃ良くなってた。もともと私目はあのいいんですよ。目がいいからブルーベリーを食べて目を良くなりたいってわけじゃないの。そういうわけじゃない、違うんだ、違う。おしさいカラーになった。いや私はもうロイヤルブルーだから、生粋のロイヤルブルーなので、あの私のペンライトカラー、サイリウムカラーはロイヤルブルーなので、あのブルーベリーブルーじゃないので、ブルーベリーブルーじゃなくてロイヤルブルーなので。そうだから本当にあのやだ、どうしよう、あの今日のショールームではあの私は今日の公演にいなかったけど、今日見ててめっちゃ本当に公演出たくてっていう話をしたかったのに、それどころじゃなくて、どうしよう。もうやだ本当に。違う、あの本当に違う、あの私は違うんだよ、あのそういうことじゃなくて、最近派手にやっちまったとき、これしかないでしょ、これです、今です、今です。あ、全然、あの本当にすごい優しい方がやっぱいらっしゃるんですけど、あのブルーベリーを食べ過ぎて歯が真っ青になっちゃって、あの全然風邪じゃなくて、本当にどうしよう、私あの皆さんが優しくて、その優しさがさ、なんかすごく心が痛くなってきた。なんかもうダメだ、本当に公演の日じゃなくてよかった。そう、公演の日じゃなくてよかった。歯はね、磨いたの、磨いて、でも取れなかったの。ベロまだ、ベロもさ、なんかよくわかんないけど、めっちゃ歯ブラシでこすったけど全然取れなくて、もう嫌だ、どうしよう本当に。あのとにかくなんて言えばいいんだろう、なんて言えばいいんだろう、なんて言えばいいんだろう、まとめる言葉が出てこないじゃない。なんて言えばいいんだ、そう、ブルーベリーを食べ過ぎると歯が真っ青になるんです。土曜日は白い歯の日か。そうだね、あのサマーセットリスト公演では真っ白な歯なのかな。でも真っ黒ではないはず。そう、なになに、粉の歯磨き粉、粉の歯磨き粉、本当にダメ。あのこれはね、あの私本当にアイドル魂がすごく今燃えてて、今私はあのアイドルだからっていう自覚がすごく芽生えてて、あの絶対に誰にも見せないっていう、このアイドル魂がすごくすごいので絶対に見せません。本当に本当にこれに関してはダメ、本当に本当にダメ、本当にダメ、本当にダメ、本当にダメ。なんか話を変えましょう、じゃあ
話を変えましょう。今日の公演を見ててやっぱり公演に出たいなーって思ったんだよねそう、そうなんです。とにかく風邪じゃなくて、そう、風邪じゃなくて本当に本当に風邪じゃないんだよこんなことするつもりじゃなかった。本当に本当にもうダメだ、なんかすごいさ、照明も相まってすごいおでこがテカテカしてるからさ、多分今更変更無理もうダメだ、なんかもう面白いことの連続すぎる。あーもうダメだ、私はそう、マスク大きいね、顔が小さい。いや、このマスクは多分でかい、でかいです。だってここを折ってるもん、ここを折って使ってるもん。このマスクも本当はさ、外に出るために使いたいのに、この一瞬のためだけにさ使うことになっちゃったの。どうすればいいんですか。すごい、それの方がすごいなんか無駄遣い感が半端なくて、なんかブルーベリー食べて、なんだろう、マスクで隠すのはいいけど、そのためだけにマスクを使いたくなかったそう、めっちゃもったいなくて。あ、耳はねちっちゃいかも。そう、耳は常にちっちゃいです。そう、もう最悪だよ。もうなんか今日って21日、8月21日。そう、大体私が悪いことを起こるのって17日なんですよね、伝説のマスク。多分またこの話は多分こすりますよ本当に。 MC で言ってた披露してみたいユニットめっちゃ今話題変えようと頑張ってるからさ、やってみたいユニットかなんだろうな、やってみたいユニットか。待って、やってみたいユニットは、まず、なんだろう、出てこない、やばいやばい、全然出てこない、頭がブルーベリーに侵略されてる、やばい、なんだろう、全然出てこない。アンナと隣のバナナみたいな、それももちゃんにも言われたんだよね。あの違う、あのももちゃんに、あのももちゃんの抱きしめられたらが見たいんですって私がまず言ったじゃん、ショールームで。そしたらその返答が、あのももちゃんがひろかの隣のバナナを見たいって言われたのね。じゃあももちゃんと佐藤ひろかで隣のバナナをやりましょうって言ったら、いや私は抱きしめられたらをするので隣のバナナはやりませんってももちゃんに断られたんです。だからじゃあアンナとやります、隣のバナナをアンナちゃんとアオちゃんとで決めよう。あーいいねいいね、確かに。何色がいいかなねえ、ほんとになんかもうマジでブルーベリー、もうブルーベリー大好きだけどさ、なんかもうだんだんブルーベリーの頭になっちゃった。あ、でもなんかやりたいなって思ったことあったんだよね、アンナと。ブルーベリーじゃねえし、違う違う違う、あ確かに、わがままの流れ星いいね、葵ちゃんとやりたい。それはでもあとなんかあるかも。え、あとなんだっけ、なんだろう、ダメだ、本当にブルーベリーのことしか頭にないやばい、どうしよう、なんだろう、何かあるかな、やりたい公演の楽曲全然出てこないです。どうしよう、やばい、本当にどうしよう、もう最悪、もう本当に嫌だ嫌だ。
ペンライトってブルーベリー振ってもブルーベリー色なんてないんですけど。ブルーベリー色はないけどロイヤルブルーはありますよ。ね、大喜利じゃないから、ここ違う、本当に違う。もうブルーベリーの文字しか見てない、今どうしよう、本当にブルーベリーの文字しか、残酷なブルーベリーね、ねえねえ、本当になんかもうブルーベリーの文字をさ見すぎてさ、ねえもうねえねえ、あの一瞬のブルーベリーじゃないの、あの一瞬じゃなかったから本当に全然ねえ本当になんかずっと言ってるよね、みんな、なんかなんかさ、ずっとさブルーベリーの話しかしてなくないですか、あのみんな本当に面白いこと言おうとしないでねえちょっと待って、本当に本当にあの 笑いすぎて今さ、あの前髪のことも気にしてて今すごくね、本当にブルー本当に、やりたい曲はやりたい曲待って、本当に待って、やりたい曲の話をしたいけど出てこなくてもう本当にあの私ブルーベリーの人になっちゃうから、どうしよう、あのどうしよう、本当にブルーベリーは好きだけど、あのブルーベリーキャラなんて嫌で絶対に違う、本当にあのダメ、あのそんなにブルーベリー言うんだったら皆さんブルーベリーを食べて本当に自分の口があのブルーベリー色になるのか見てみてください。フォロワー2000人まであと9人。今あのなんて言えばいいんですか。今達成したくない。ちょっと達成したくない。今じゃない本当に本当に違う。本当に冷凍ブルーベリーをちょっとずつあの常温で溶かしてから食べてみてください食べて、あの自分の口が真っ青になるから食べてください。じゃあえ本当になんか土曜日お見送りに口元かけその時はね大丈夫だよ。でも今は絶対にしない。なんかみんなさ私にさマスクを取れっていう割にさあのブルーベリー食べないんですね。そうやって私はどんどん怒るよ。なんかもうお見送りじゃあ私もうマスクして食うからね。じゃあみんなそんなにブルーベリーブルーなんて言うんだからなんて言うんだからなんてあのお話をするから、待って言葉私言葉が扱えなくなっちゃった。なんて言えばいいんですか、ブルーベリーブルーをそんなにも言いたいんだったらサマーセットリスト公演に、まあ、皆さんブルーベリーブルーをずっと振っててください。じゃ あすごい今アイドルとして素敵な回答ができました。じゃあそれでよろしくね。ちょっと軽いかもしれない、どうしよう、それでよろしくね。紫いらない、紫いらない、青ブルーベリー持ってこなくていい、ダメ、いらない。なんか私たちが師匠をさ
公演の時に投げてるけど、それの逆でブルーベリーを投げられたらちょっと私自分の中のアイドル魂が出てきてまたこうマスクをしだすのでペンライトの代わりにブルーベリーあげなくていらないよ青のペンライト見るたびにブルーベリーを、ほらなんかみんながそうやって青に対してブルーベリーを植え付けるからそういうことを言ってくる人が出てきちゃうじゃん。だから演技力がない、皆さんがそういうこと言うからブルーベリー、違う、ブルーをリセット、ブルーを見た人がブルーベリーとか言い始めるじゃん、どうすればいいんだよ。だから演技力がない、どうしよう。演技力もうなんか本当に1時間ブルーベリーについて話すことになるよ本当に。もうブルーベリー利用して、ブルーベリーは紫だから紫かな、違う違うんだ、青をブルーベリーブルーとしてみんなが認めてしまったからブルーベリー、違う、もうダメだ、頭が働いてない、ブルーベリーだからブルーのベリーだからブルーじゃん、まず違う、紫のサイリウムじゃないブルーベリー系ってあるかな、私本当に今日からブルーベリーキャラになりそうでちょっと怖い、最近怯えてるんだ、最近は怯えてないわ、なんか今日すごい怖いんだけど面白い女ありがとう面白くないよ、ただのブルーベリー食べたやつだからねえ守りたい、この絵がマスクしててわかんないでしょありがたいけどマスクしてわかんないでしょねえもうブルーベリーに詳しくなろう、じゃあこの配信ではブルーベリーに詳しくなりましょう、俺だよねなんかそれに関してはブルーベリーとつなげられないな、本当に私がブルーベリーただ食べた人だからさねえ、なんかこんなことあったっけ、なんか私はわかんない、こんなに皆さんがブルーベリーに対して興味を持ってくれると思ってなくて皆さんがこんなにもブルーベリーに対してなんかブルーベリーでいましょうとか、ブルーベリー世界のブルーベリーとかさ、なんかいっぱいさ言ってくると思わなくて、あそうなんだね、全然今日はマスクしてていいよかと思ったら、なんか意外となんかずっと皆さんも皆さんでなんか楽しんでるよね正直まずマスク配信、マスクをしてる理由を話してから、あそうなんだねブルーベリーで、そっか染まっちゃったんだね、そっか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 で終わるかなって思ったのに、なんかずっともう25分ずっとブルーベリーについて話してますけど、どうすればいいですかねえ本当に本当にこれから毎年この日が来るとブルーベリーを思い出す気ね、ダメダメダメ、記念日になんかしちゃいけない、本当に本当に本当にもうどうすればいいの、今日の配信は最近サマーバックサマーセットリスト公演のリハーサルがあって、ショールームもまともにできてなくて久しぶりのショールームで、今日はすごく公演を見ててまた
DMM の見方とはまた違うんだなって思ったから、また公演に出たいんですっていう意気込みを言ってやろうって思ってたのに、なんかブルーベリーに対してちょっと怒りが湧いてきました。なんかブルーベリーに罪はないよね。でもそう、ブルーベリーに罪はないんだ。でもちょっと怒りが湧いてきた。どうしよう。もうブルーベリー食べない。いや、最近のハマり本当に、あ、そうそうそう、あのちびまる子ちゃんの藤木くんみたいに唇がなんか真紫みたいになってて、あのね、聞いてほしい、あの私はサマーセットリスト公演のためにちょっとヘルシーな食べ物を食べてやろうと思ったの。そうだから、この1週間は頑張ろうって考えて、そうだから、ブルーベリーとかヨーグルトとかにすごくハマっててみたいな。そうえのほら私さ、本当にそうすごいことになってるんだけど、私ね、マスクをつけるとすぐに前髪がなんていうの、うねっちゃう人、なんかすごい湿気でやられちゃう人なのね。そうだから、これが嫌なの私は、すごく。だからどうすればいいんですか。もうなんか真ん中に前髪置いちゃうけどとんでもない見た目。なんかいい方法ないかな。はなかっぱみたいだよって、それ嬉しくないから。はなかっぱここだし。どこがはなかっぱなんですか。どこが。あ、そうだよね、公園から帰ってきた方もね、すごくね、とんでもないものをお見せしてるかもしれないんだけど、まずすごい、私は前髪が湿っちゃう人で嫌なんだよねっていう話をしたかったんだけど、ちょっと前髪が決まらないよ。どうしよう。歯が欠けた。そうだよね、この感じだと歯が欠けてる人みたいになってるよね。ブルーベリー色に、歯がブルーベリー色に染まって、私本当にマスクとね相性が悪くて、ちょっと待って、色に染まって OK。 本当にどうしよう。私まずね、まずこの話をしたい。まずはマスクをするとすぐに前髪が湿って、なんかこういう、なんて言うんですか、悲しい人みたいになっちゃうから、まずマスクをするには覚悟が必要だったけど、それに比べたらブルーベリーで歯の色がね染まってる方が嫌だなと思ったから、今マスクをしてます。季節外れのブルーベリー、うるさい。もう怒るから。もう本当にまずそれが嫌だなーって、まず嫌だなーって思ったよーっていう。学校でも前髪染み、もちろん。あ、そう、お話し会だったかな、お話し会で前髪ごめん、嘘、メガネがね曇っちゃう方がいらっしゃるんですけど、それと一緒で私はまず前髪がめっちゃ湿っちゃう人なんですね。はい。わわ。そう、こうやってちょっと今いい感じになったかなと思うと、笑うとね、すぐにこうなってしまう。ブルーベリー好きなの。嫌いなのかもしれない。
嫌いなのかもしれない、嫌いなのかもしれないですよ。ブルーベリー嫌いなのかもしれない。どんなに君が気になるんだろう、卒業までの残りの日々夜に切なくなった、しかしたら本当は君を嫌いなの、単純な大学の私差別の打ていく、なんだ、I miss you、 I miss you、 恋しい。ブルーベリーが恋しくなっちゃった人みたいになっちゃった。もうやだ、どうしよう、どうしよう、どうすればいいんですか。あ、ブルーベリーが嫌いなのかもしれないんじゃなくて、ブルーベリーなのかもしれないにするの、私のこと。私がブルーベリーに皆さん見えてきたってことですか、そういうことですか、それでいいんですか、それでいいんですか。そこからの今日はブルーベリーでもいいわ、泣ける。でもなんかさ、違うじゃん。もう佐藤ブルーベリーになっちゃうから、もう私のことみんなブルーベリーだと思ってるんだにするよ。テロップ、今からみんな私のことブルーベリーだと思ってるんだね、てんてんてんにするよ。前からブルーベリーっぽい、あ、そういうこと言うんだ。そういうこと言うんだ。もうなんて言えばいいの、とにかくブルーベリーのことは好きだけど、みんながブルーベリーをなんだろう、嫌いなのかもしれないにさせてくるから、なんて言えばいいんですか、ブルーベリーの良さ、ブルーベリーの良さ、目が良くなるよね。そう、私を見てたら目が良くなりますってことでいいんですか。ちょっと待って、分かんなくなっちゃった、分かんなくなっちゃった。色カッピってブルベですか、分からないです。でもブルーベリーだと思ってるから、みんな私のことブルーベリーだと思ってるから、青が似合う人だと思えばいいんじゃないですか。もう私も分かんない、私も分からない。もう目を見開いて言うしかなくて、今なんかさ、今すごい思い出したのが、なんだっけ、チャーリーとチョコレート工場あるじゃん、あれ結構私トラウマなのね。千と千尋の神隠しとチャーリーとチョコレート工場は今まで見てきた映画の中で一番面白いって思ってるけど、その中でも一番怖いとも思ってて、めっちゃなんか怖いなって思うんだけど、なんかチャーリーとチョコレート工場の中でなんかさ、ガム食べる時あるじゃん。そう、あれ結構本当に怖くて、怖いんだけど、みんなそれみたいだねって言ってるってことだよね。なんか瞳のここまでなんかブルーベリーの色になっちゃうのね、あの女の子は。なんかいや、なんかチャーリーとチョコレート工場に来てる女の子の一人、女の子の一人じゃないか、あの女の子がなんかガムを食べてブルーベリーにの色になって、なんかブルーベリーみたいになっちゃうっていう、見てみてください、まず。うん、すごい、なんかそれを思い出してちょっと今鳥肌すごい鳥肌立ってて、今もしかしてそれになりそうなのかなとか考えて、結構怖いんだけど、どうしよう、結構怖いんだけど、結構怖いかもしれない。本当に怖い、怖い、ちょっと怖い。夏だからホラーもいる。そういうこっちゃ、噛んじゃった。
そういう誇張もうダメだ、私はブルーベリーのせいで今日何もできないです。何をやってもうまくいかない日です。ああもうダメだ、私にはもうダメ。おしさいも紫紫絶対に買えない。だから私は今までロイヤルブルーを名乗ってたんですね。まず生誕祭の T シャツの色が真っ青なんだけど、それもロイヤルブルーっていう名前だったから、じゃあペンライトからロイヤルブルーになっちゃうかもねみたいな話をしてたのに、なんかみんなが今日ブルーベリーの話しだしたら、なんかブルーベリーブルーでいいじゃんって言ってきて、だからブルーベリーブルーでこれから生きていけばいいってことですか？もう私はロイヤルブルーがいい、ロイヤルブルーがいい、ロイヤルブルーベリーロイヤルブルーベリーブルーがいい。じゃあだったらロイヤルブルーベリーブルーがいい。 RBB なんか略せばいい、いいよね。だって略せばいいってもんじゃないよねって言おうとしたけど、なんか意外とかっこよくて略せばいいよね。ロイヤルブルーベリー、ロイヤルブルーベリーブルーだから RBB なんか今すごい、なんだろう、なんて言えばいいんですか、投票でファンの意見聞いてみる。もう絶対にみんなロイヤルブルーベリーブルーでいいでしょ。私がもういいって思ったから皆さんもきっといいって思うよ。なんかどうすればいいんですか、本当に本当にどうすればいいんですか。推しに似るもんで似ないよ。どこ、何、アンケートってどう取ればいい。じゃあロイヤルブルーベリーブルーでいいですか、でいい。私のサイリウム、私のカラーはロイヤルブルーベリーブルーで、決定、決定はてなで、投票、じゃあ1か2ね。1がはいで2がいいえ。はい、どうぞどうぞ1か2で、はいかいいえ。今日は伝説の回になってしまう。もうダメだよ私、正直本当に 100% いくかな。いやでも2が見える。待って、私今ねスマホをとても充電したくて、ちょっとはけるね。よいしょ、はけてるけど、よいしょ、1しか見えない。もうダメじゃん私は。じゃあブルーベリーの人になってしまえばいいってことなんですね。あ、届かない、どうしよう、届かない、なんかもう本当に全てがうまくいかないよ届かない。あ、こっち側から回してみると届く。うん、なんか悲しい人どうすればいいんだよ。あ、こっちなら届くけど充電器が反対なので反対側にして、反対側にして、こうすればいいんじゃないか。イエーイ、充電、よし。じゃあ投票結果見ますね。はいが1、いいえが2 最悪だ、ロイヤルブルーが良かったのに。もう知ってたけど、ああ、じゃあ私のカラーはロイヤルブルーベルー、ロイヤルブルーベリーブルーもう最悪です。私どうすればいいんですか。あ、もうなんかすごく悲しくなってきた。
なんか1日の失態でこんなにも人生って変わってしまうんだなって思いました。なんか前髪も終わってるし、なんか全部うまくいかないことって1日でなんか全て起きて、そのまま全て私はブルーベリー色の人生になっちゃうんだ。ブルーベリー色の人生って何なんだろう。いいものにしていきたいよね。でもなんか一日でさこんなにもさ人生ってさ変わってしまう。一日のブルーベリー、なんかことわざ作れそうじゃない。なんかブルーベリー食べ過ぎることなかれみたいな。なんだろう、急がば回れみたいな感じで、ブルーベリー食べ過ぎる、いや違う、なんだろう、そういう系のことわざあるかな。一日の失態で全てが変わってしまうんだよっていうあのことがあったら、ことわざ、あでもね、それをね、それをいいものにしなきゃいけないんだよ。なんて言えばいいの、私がこれを機にブルーベリーのことをいろんなところに広める人になればいいんだよ多分ね。そう、前向きに、あの私は今までブルーベリー食べちゃって今みんなにこんなにいじられてるんだよ、うわーって思ってたけど、思ってたけどっていうか思ってるのに、皆さんがその流れを変えてくれればいいな。わかんないわかんないわかんないってスイーツ部でブルーベリーキャラいけるかも。あのいちごの時とか私呼ばれなくなっちゃうってことでしょ。祈りはどんな未来もブルーベリーか、いや違う、ブルーベリーはどんな未来も幸せに変えるでお願いします。それでお願いしたいな。うん、私は皆さんにブルーベリー、皆さんと私の間にブルーベリーがあることで、そのなんだろう、赤い糸みたいな、皆さんと私の間に赤い糸ならぬブルーベリーがあることによっていろんなところに引っ張っていってもらおうかなって思いますけど、どう？はあ、なんかもう44分だけどどうすればいい？私こんなにブルーベリーの話してると思わなかったんだけど、なんか私といえば星座だったりゲームだったりが良かったのに、なんかいつの間にかもうなんかヒロカッピといえばブルーベリーって出てきたけど、どうすればいいですか？今日何の話したか、だから今日は久しぶりのショールームだねっていうことと、あと今日公演があって、あの DMM で見てて、なんか先輩方のなんだろう DMM にもレスを送る姿勢とかを見て、もう一回公演に出たいなって思ってて、すごいなんか楽しくてとかそういう話をしたかったのに、ブルーベリーに全部話を取られてしまいました。あ、え、私本当に見せないからね、絶対に見せないからね、絶対に、私アイドルなのでこれに関しては絶対に見せない。あの面白くないのは分かってるけど、アイドル魂がうずいてて今絶対に見せられないと。もういいじゃん、私のサイリウムカラーがロイヤルブルーベリーブルーになってしまったこの悲しみだけで、ご飯3杯はいけると思うから。前髪がアイドルじゃない、もうやだ、なんかお風呂上がりみたいになっちゃうんだよね。お風呂上がりっていうか、なんかなんて言えばいいの、この汗だくって感じ。
ヒロベリーちゃんなんか可愛いんだけど今こう見ると可愛くないです。明日の朝ブルーベリーかけ、いや絶対だ絶対だ、あのブルーベリーはブルーベリー、白ご飯は白ご飯で食べたいよね。ヨーグルトとかにしてほしいな。だったらいや本当にあのね絶対になんかすごく悲しい、言葉が出てこない。お茶飲む、絶対わざと見せようとしている。絶対に飲みません。え本当に私見せないからね。えちょっと待って鏡で確認したいかも。バイバイ。ダメダメダメではない、あのねなんて言えばいいの、あーでもベロの先端だけは大丈夫、唇とベロの先端は大丈夫。ベロの先端は大丈夫。ベロベロのでもなんかすっごいさ唇青くない？やだ危ねえ。意外と意外と大丈夫のはず。え多分大丈夫。ああのね危なかった。あ全然平気、じゃあいっか。あのねでもこれは落ちた。正直私も今ね面白くなかった、撮れ高気にしてたらなんか喋ってたら落ちてて、ちょっとうわくそーって思ったこの野郎って思っちゃった。なんか意外と染まってなかった。さっきは染まってた、本当に染まってた、本当に染まってたけど、あの今見たらなんかそんなに染まってなくてちょっとがっかり私も。わー悔しいなこれは。うわー悔しいな。いやあのね拒否じゃない、本当に私本当に真っ青だったのに。もうなんかすごい悔しい、これに関しては。うわアイドル魂を破ってでも今見せたのに、意外と普通でなんかすごい悔しい。なんかうわー悔しい、うわー悔しい、なんか悔しい、うわー悔しい。なんかなんでこんなに私、いやでもねなんて言えばいいんだろうね、なんかすっごい悔しいです。じゃあまた残ってる冷凍ブルーベリーを食べて、私はまたベロを真っ青にしてそれをチャットとメールに載せてやります。じゃあもうここまで来たらなんかすごい悔しくて、なんかだったら見せたいなっていう気持ちになってきた。やばい。なんかすごいなんか悔しくて今、なんかこういうとこに悔しいの方向を載せちゃいけないんだけど、あの悔しくてなんか結局こんなに引っ張って引っ張って、あ本当に真っ青だね、ウケるみたいな感じが良かったのに、なんか思ったより染まってなくてすごい悔しくて今で、あんまり面白くなかったし、そう
なんか別に私負けず嫌いっていうか、なんか自分の中での悔しい気持ちがなぜか出てきちゃって、今本当に今悔しくて、もうなんなら歯茎まで見せてやろうかなって思うぐらいに、なんかもうどうでもよくなってる。そうだから、その代わりサマーバッグとかではちゃんと私のことをアイドルとして見て、ブルーベリーの人って見ないで。絶対見るだろうな。私でも、私が皆さん側で今日こんなにブルーベリーの話されて、当日劇場で見たとしても、あ、ブルーベリーの人だって思うもん。え、なんかやだ、私アイドルなのに。え、でもすごいなんか悔しい、とっても悔しい。お笑いって厳しい、すごい悔しい。なんか意外と染まってなくて悔しい。くそそう、とにかく今日は負けでもいいって感じ。本当になんか全てうまくいかない。なんかね、なんか悔しいです、とっても。何もうまくいかないことが今も続いてる。どうしよう、本当に悔しいです。初めてかも、こんなに悔しいことって初めてかもしれない。いや、めっちゃ悔しい思いしてるからな、それには負けるけど。はい、リベンジ配信する。配信か、配信か。いや、秘密、企業秘密にしたいから。うん、もうね、53分だもんね。どうしよう、なんかすごい悔しいです、本当に悔しいな。え、本当に悔しい、どうしよう。なんかこんなにも勇気を振り絞って見せたら、とんでもない面白いものかなと思ったら意外と面白くなくて、本当に悔しいんですけど、どうすればいいですか。はあ、もうブルーベリーに振り回された。なんか意外とすぐ落ちんだね、それに関しては。なんか、はあ、なんか期待を裏切られたって感じですね。なんかそう、落ちがなかったな、悔しいな。あー、最悪。なんかもうイカスミパスタ食べた後みたいな感じだったのに。なんか私ってこんなにさ、なんか暴れ馬キャラだったっけ。なんかこんなに面白いことを頑張る系の人だったっけ。いい、その片付け方いい。そう、結果ね、私はなんかどこまでもアイドルなんだなっていうことをね、皆さんに。本当になんか私の中の、なんだろう、なんて言えばいいの、マジスカ系の自分を出してみました。そっち面ではうまくいったということでいこうかな。滑り担当を目指してる。ここまで言われるようになっちゃった。なんかもう私の人生ブルーベリー色だ。私の人生はブルーベリー色なんだ。もうなんかもういいや、もう壇上読みしますね。今日は壇上読みします。今日だけじゃない。はい、じゃあ行きます。13位みかん屋さん、ありがとうございます。12位なおくん、ありがとうございます。11位かんちゃん、ありがとうございます。10位ビールバラさん、ありがとうございます。9位ラーメンマンさん、ありがとうございます。8位マサさん、ありがとうございます。7位富之助さん、ありがとうございます。6位ゆうくん、ありがとうございます。5位こんちゃん、ありがとうございます。4位にゃーにゃーずんさん、ありがとうございます。3位いけない太陽さん、ありがとうございます。2位松尾さん、ありがとうございます。そして1位は
コウさんありがとうございます。わー、はい、絶対にリベンジしてやるんだぞっていう気持ちが今は出てきました。みんなでじゃあさ、ブルーベリー試食会をしてみんなで真っ青になれば今日のことは忘れられるんじゃないかな。なんかすごいめっちゃ悔しい、どうしようめっちゃ悔しいです本当に悔しい、悔しいんだ私は。はい、めっちゃ悔しい正直。だからメールでもチャットでも私の歯が真っ青になった写真は絶対送ってやるし、あとなんだろう、なんなら今度またショールーム配信でマスクをして、で今度はブルーベリーがちゃんと色ついてると思って絶対にマスクを取ってやるって決めましたこういうのって絶対言っちゃいけないと思うんだけどあ、そう、でもショールーム側さんからアイドルなのに歯がなんか真っ青だ、ちょっとかわいそう、パチンってなるかもしれないけど、まあ色が落ちてよかった。確かに優しい人がねこの世の中にはたくさんいますもう本当にとにかく悔しい。なんか初めて悔しさを覚えてしまいました。なんて言えばいいの、今まで悔しいことってなんかアイドルのなんだろうことについてだったけど、初めてなんか笑いの方で悔しいって思ったかも。なんかでもここからそういう人になりそうでちょっと怖い自分がなんかでもこんな人だったっけ私ってって今すごい思ってる。どうしよう皆さんそんなにもじゃあ私のブルーベリーの歯を見たら皆さんがきっとロイヤル待って、ロイヤルブルーロイヤルなんだっけ、ロイヤルブルーベリーブルーを振ってくれると確信してるので、はい、早い、もうあと1分だ。あ、なんかでもずっと殻破りたいって言ってたけどこういう形で破れてとっても良かったですこういう形で殻を破ることに成功できたんじゃないかなって思ってるので、いいことなんじゃないでしょうかなんかずっとなんか殻破りたいなって言ってたけど、これでいいんじゃないって自分で思いました。よかったです夏休み最後に素敵な思い出が作れてよかったです。またねありがとうございました。だってこれ自分で切らなきゃいけない。またね、夏休み最後に素敵なブルーベリーの思い出が作れて